未六寺は、愛知県東海市大田町にある新言州地山派の寺院。地田四国礼城の第83番札所である。天平商法元年に行基が創建したとも、公認5年に空海が創建したとも伝えられる。最盛期には一山六景寺七道画乱を有したというが、関ヶ原の戦いで西軍についた。 喜義隆の軍勢による襲撃を受け、二王門と本尊の弥勒菩薩を除いて、消失してしまう。元六年間になって、終わり藩、第二代藩主、徳川光友の鬼神により再建された。その後、江戸時代後期から、明治時代半ばにかけて、無重状態が続くなど、再び衰退するも、大正時代に入ってから、境内の法教院頭が、 現世利益の祈願島として知られるようになり、最高を果たす。金剛力士像金剛力士像限りなき魅力のお世に、大里の方の鬼庭にとな不生命境内北東方の大地には、かつて寺坊がの木を貫いていたと伝えられてきた。同地でのマンション建設に伴い、平成8年に東海市教育委員会が発掘調査したところ、弥生時代の土坊や古墳時代の巣駅、 戦国時代の天文15年名を持つ鈴り、天目茶碗等の陶器、五輪塔の傘、焼けた壁土等が出土し、下見六次遺跡と名付けられた。織田信長の陛下によるとも言われる、織田信長による陛下の後、天文11年に賢章という僧が再興したとも、u h a a b 東海史出主編、&1990 年。 P1037ABC 横須賀調子 &1928 年 P231 横須賀調子 &1969 年 P807 千下四国巡礼 &2013 年 P189 ピカピカ二行像東海市の魅力地蔵らが生入れ中日新聞2008年5月25日付長官千下版 20ページ、宮崎ひとみ、愛、地球博万博終点千年先見据え、仏像掘り地元の仏師が実演、中日新聞2005年9月16日付長官、7ページ、ABK 大文化財説明版東海市の文化財、&1990 年、P23 東海市の文化財、東海市、2016年11月2日閲覧、東海市の文化財、 東海市、2016年11月2日閲覧。松本義隆、仁尾像は800歳東海の魅力寺件文化財保護市民ら、調査、中日新聞2005年5月25日付長官、下番、20ページ、愛知県東海市下未六寺遺跡発掘調査、報告全国遺跡報告相談。奈良文化財研究所。 2016年11月2日閲覧。ありがとうございます。